行くか。山、あ、なんか順番あったよな、そういえば。どっかの壁に書かれてんじゃなかったっけ、卵の中だっけ、覚えてねえや。まあ数値上濃厚だからな。本当は死んでっけど。やることねえよな、まあとりあえず。ドゥルトゥトゥトゥ、あ、出てこないんだ。行くぞ。いいよな。来やがった。あ、ずっといるのか。聖なる卵。つけらんない。なんだっけこれ、どっかにあんだよな確か。覚えてねえや。出ない。なんかこれどこに書いてあるんだっけ結局。聖なる卵、図書室で秘密の本を読む、うん、嵐ベベンとやりとり、人形像の中で入手、ん、聖なる卵の、あー、なるほど、よし出るぞ。めんどくさい、もう見るべ、だるいわ。うん、いや4種類ある、しゃあねえな。じゃあ4種類試すしかねえか。固定されてるんだ、見通しレンズ取るまでは。左左上右右上、これ適当じゃ絶対無理だよな。左上、ああ、じゃあこれなんだな。ほい、どうせこんなんマックスにすればよかったか。うん、我らの邪魔しにな。来い。ドゥルルル。ドゥトゥル。
3発ぐらいだっけ。体力14か。うい。トゥルルルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 ル。これは打ち返せんだよな。打ち返せねえのがあるんだよな。なんか変なグニャグニャしてんの打ち返せねえんだよな。はい、次だっけ、あの一面のボスみてえなやつ。あれこんなあれだっけ、もっとなんか簡単だった気がするけど、あこれあれじゃないっけ。あべ違う。ふう、いて、え何これ、こんなんあったっけ。え何何、えこんなんあったっけ。ああマジックロットなんだ。全部使って倒す感じなのか。最後中ボスなんだよな BGM。 やべ強え、開かねえじゃねえか。あれは使わないか。でもパワーブレスレットは使わない。これ爆弾弓やったら変わんのかな、まあ、いずれ機会があれば検証してみよう。ダメか。離れすぎるとダメだな。無理だなこれ。ああだよな。バカ。へい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 。これダメだ。間に合わない。アメリカンクラッカーみてえだよなこれな。ぐるぐる回ってんだろうけど硬えなこいつよ。魔王の薬あるからまあ一応。やべバカ。これさ、いやー切れたらこのボスどうなるんだろうな。やべやべやべ。勝て勝て勝て。形がなんかどんどんなんかすごいことになってってる。1回でこれワンチャン2回できる。気合で2回できそうだけどな。消えてしまう、壊れてしまう、我らの島が、我らの世界が。はい。ピコンピコンずっと鳴ってるけど。あ、鳴りやんださすがに。BGM か。袋。ほほほほ。
イニスペーススペース殿。心の一つ。夢の叫び。イニどの。お前そんな色だったのか。クジラ。卵の夢。こいつが見てた夢っていうね。最後の BGM がね、あの中ボスってのがいいんだよな。時は満ちた。目覚めの歌を。あ、懐かしいな。終わったんだなって思っちゃう、これ聞くと。何周したんだっけな、無印だけど。何周かしたんですよね。3周とかはした気がする。タリンはキノコが似合うね。これ隠しエンドが見れるはずだ。あー、ゲームボーイのボリュームではないよな。すごいよな、このゲーム。で、なんか、イカダの、なんかあれに捕まってんだっけ？丸太に。カラーだと見え方全然違うな。トライフォースの後に出たんだっけ、これって確か。リンクの冒険、ん？ゼルダの伝説、リンクの冒険、神々のトライフォースで4作目なんだ。これ初めて全クリした時ちょっと泣いちったかんな、これ。小学校の時。これエンドロールの後に変わるのかな、まあ、俺のノーコンティニューだったら。これ知らねえところでもしかして普通に死んでんのかもしれない。あ、やべえみたいな。ありそう。ドゥ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 ルドゥ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 ル。いいなぁ。というわけで、ゲームボーイカラーの、ゼルダの伝説、夢を見る島デラックス。まあ、だいぶ、特にね、攻略見たりね、まあ、無印やってたから、なんか追加要素とかも逃したくなかったっすかね。あ
れができてよかったなと。貝殻と、なんだ、ブーメランと、あとハートマックスも、当時できなかったんで、あんなとこあったんだなっていうのがすげえ多くて。で、ガキン頃に積んだ、あと、風の魚こんな色だったんだ。錦鯉見てたな。ガキン頃に積んだ6面と8面がちょっとあれだったんですけど。まあ知ってるっつうのもあって、まあ。なかなかでも、なんか逆になんか、特に意識してないところで積んだりした、積んだっていうかすげえ手こずったりしましたね。逆にだからなんだろうなって思ったけど。意識してないところで。チラチラしてるな。これあれだ。30fps だったらあれだな。だいぶなんかあれだな。さて、追加エンドは見れるのか。これって無印の時もあったのかね、追加エンドは。ザ・エンドってね。あ、知らないこれ。マリンだ。カモメ。ザ・デ・ヴィ・デベロップメント・チーム・ワールド・ライク・トゥ・センキュー・フォー・プレイング・デベロップメント。Would you like world っていつも。ああ、そうなんだ。これが追加なんですね。マリンあんな感じなんだな。ゼルダ姫によく似てるというあれですね。というわけで終わりますか。なかなかに良きゲームでございました。で、とりあえずクリアしたんですけれど、次はどうしようかな。またゼルダやろうかなって。大地と時空やるか。でもまあ、トライフォース超やりたくなっちゃったな。でもやりてえ時にやりてえもんやろうかなっていう感じで。あとはあれかな。トライフォース。ブレスオブファイヤーを全く未プレイだったんですけど、ちょっとこの間先っぽだけやったらえれえ面白かったんで、やってこうかなと思っております。ではじゃあ、ご視聴ありがとうございました。